はい、マジロです。オールドレンズ入門もね、これで最終章その7としてね、オールドレンズの歴史をね少しお話ししたいと思います。まあ、歴史といってもね相当ありますので、まあウキペディア程度のね、知識で、まあさらにそれをざっとね、お話しするんですけども、まあオールドレンズをやっていく上でね、少し歴史をね、こう紐解いていくと非常にねレンズにこう愛着みたいなものが湧きますので、まあこれがね、皆さんがそのオールドレンズの歴史をねこれから調べていくきっかけになればね、まあ、それはそれでいいかなと思っています。まず最初にねお話しすることは、光学機器のね発展というのは最初にカメラがあったわけじゃなくてね、だいたい顕微鏡とか望遠鏡とかね、そんなところから始まってるんですよね。で、一番有名なね、カールツワイスっていう会社もね、顕微鏡から始まってますね。うん、まあ、カールツワイス社のね、始まりっていうのはカール・フリードリヒ・ツワイスっていう方がね1846年に、まあ、東ドイツのイエナでね創業しています。1846年っていうとね、日本ではまあ江戸時代なんですよね。まあ、そんな頃にね光学機器を始めるっていうんですから、まあ、随分ね昔のことなんですけども、まあ、それでもカールツワイスっていう会社はね今でも完全たるね勢力で、光学機器をねリードしてるわけですから、まあ、素晴らしい会社ですよね。まあそれでカメラのレンズの歴史としてはね、まあ、原始的なカメラにおいてはね、まあ、1枚のレンズだったりね、もしくは穴だったりね、ピンホールだったりね、まあ、そんなところは始まってると思いますけども、まあ、ちゃんとしたね、カメラのレンズとしてね、まあ、量産されたものはね、最初はトリプレットって言ってね、3群3枚の、まあ、レンズ構成だったんですよね。でそれはイギリスの H.D. ティーラーっていう方がね、発明しています。まあかなりねそのトリプレットというレンズはね長く使われたと思いますけども、まあ私も持ってるわけですね。私のお気に入りのロッコール TC ね 100mm とか 135mm、 それから今画面にね一番前に映っているドミプランね、まあ有名なのはねトリオプランっていうね、まあ100ミリ前後のね、レンズですよね。これは非常にね今高価になってね、バブルボケが非常に綺麗だということで、たくさんね持っておられる方多いと思います。そのトリプレットのね、あとはそのトリプレットの改良版であるテッサーねが来ると思いきや、テッサはその後ずっとね、後のレンズなんですよね。その後に来たのはプラナーですよね。もちろん代表的でないねたくさんのレンズ群というのはその頃にもいっぱいありましたけども、まあ実際にね、有名なものはプラナーが開発されます。これもねカールツワイス社のねパウル・ルドルフという方がね1897年にね開発してるんですよね。まあ、ただ当時ね、レンジファインダーとか、まあ、スプリングカメラとかね、そういったものに使われたと思うんですけども、だんだんレンジファインダーのねカメラがこう台頭してくるとね、フランジバックのね短い、バックフォーカスの短いレンズでないとなかなか取り付かないということでね、このプラナーっていう、まあ、
レンズは、まあフランジバックがね長くてね、なかなかこうその時は日の目を見なかったんですよね。プラナが開発されてね、その後5年後にね、いよいよそのテッサーが開発されます。1902年のことですね。まあこれもパウル・ルドルフがね、ツヤツヤで開発していますけども、まあ当初はねかなり暗い、F4.5 ぐらいのレンズだったらしいですね。まあ最終的にね F2.8 まで明るくなってね、使いやすいレンズになりましたので、私のね持ってる、まあ、画面に映ってる銀色の、レンズもね、F2.8 というね、明るさのレンズですけども、まあ、実際にはこれはね、開発された当時のものではなくてね、戦後家なんでね、作られたものですよね。まあ、かなり古いですけどね、もう60年以上優に経ってますので、まあそれでもね、まあ、ツアイスっていう会社はね、まあ、戦争に負けてね東西ね、分割をされて、東ドイツではイエナ、ね、西ドイツではまあ、ツアイスとしてね生き残るわけです。さらにねロシアへね連れて行かれた技術者がね、ロシアレンズをね、まあほぼコピーのようにね作り続けるわけですよね。このテッサーはね、まあ、かなり長い間ね、使われてきたレンズなんですけども、まあ、特許が切れるとね、まあ、日本のね、カメラメーカーもどんどん採用しだしますよね。特にコニカなんかはね、非常にテッサー好きでね、すぐにテッサーをねつけたカメラを発売しますね。私の持ってるコニカ C35 っていうのもね、テッサーがついてますね。さらにはですねライカね、ライカも、ま、エルマーっていうねレンズがありまして、これも基本はもうテッサーなんですよね。絞りの位置がちょっと違ったりするんですけども、まあ、基本テッサーですよね。テッサー時代っていうのは相当長くてね、まあ、もちろんいろんなレンズ重複してね、使われてますけども、まあ一時代をね君臨したっていうのがもうこのテッサーですよね。テッサーの後にね、もう少し明るくならないかということでね、エルノスターっていうね、そういうレンズ構成が開発されまして、まあ、これはトリプレットの、ね、延長系かもしれませんけども、まあ、それが改良改良とねいう形になって、まあ、レンズのね貼り合わせなんかがこう工夫されてですね、最後に、まあ、ゾナーという形にね、集結していくわけですけども、まあこのゾナーのねレンズ構成を見てもね、貼り合わせレンズでねすっごい重そうですよね。私の持ってるね今こう画面に出てる背の高いレンズね、これジュピターですけども、これも中にね、レンズがいっぱい入っててね重いんですよね。まあここまではね、大体レンジファインダーのね、レンズとしてよく使用されたレンズ構成です。でこの後に一眼レフにね、戦後突入していくわけですけども、一眼レフになるとね、ミラーがありますからバックフォーカスをね長く撮らなきゃいけないということで、やっぱりレンズ構成もね、その時その時の流行りすたりがね、こうあります。で一眼レフになってくると一番ね、トリペットの後に開発されたまあダブルガウスっていうかねプラナーの形式がね、急に、まあ、台頭してくることになります。
でプラナーとかねダブルガウスっていうのはあのレンズねたくさん使ってますので、どうしても反射に弱いんですよね。それで、まあ、コーティングがね、非常に良くなっていくということも、まあ、助けてね、一眼レフのこの黎明期っていうのは、まあ、ほぼ、ダブルガウス型プラナー型のレンズがね、たくさん開発されます。でこれが大口径競争をねしてね F1.2 とかね 1.4 とかね続々と作られるようになったわけですよね。まあそしてね一眼レフの黎明期に、まあ、最後に登場するのがね、有名なものとしてはねレトロフォーカスっていうねレンズ構成です。これはアンジェニューというねフランスの会社ね、なんていうか映画用のねカメラを作っていたのかなレンズを作っていたのかね、その辺の、シネマレンズから発展して出てきたのがレトロフォーカスね。第1号は1950年にね、R1 シリーズということで 35mmF2.5 のレンズがね発売されています。でこれはあの今ね、画面に映っている一番左端のね、リケノンの 28mm ね、これ、まあ、見ていただくと分かるんですけども、ね、一番初めのレンズものすごい大きいんですよね。大きな O レンズがね、ついてて、まあ、広く画角を取ってねバックフォーカスを奥まで届けるというねレトロフォーカスっていうあの名前もねバックっていう意味なんですよね。まあこれがね、作られます。まあこのようにねオールドレンズをやっていくと、トリプレットプラナーねテッサーゾーナーそしてレトロフォーカスとね、そういう名前が続々と出てきますけども、私の最初の頃はね何のことかなということでね、あまり、認識なかったんですけども、まあ少しね、そうやって調べていって、まあレンズのことをね、覚えてくると、ああこういうレンズ構成がこういうレンズにね使われてるんだと、でそれがどういうふうにコピーされてったとかね、まあ日本勢はほとんどね、その辺のコピーをしてますので、いっぱいコピーレンズがあるわけですよね。まあそのコピーレンズを集めるというのもね非常に楽しいことです。まあロシアンレンズもね、まあツアイスのね基本的にはコピーレンズですから、まああれこそねあのツアイスの原型みたいなものをね、残していますのでね、結構いい写りをするんですよね。まあ皆さんがね、これからオールドレンズをやっていく上でねちょっとこんな知識があるだけでね、あこのレンズレトロフォーカスだよとかね、あこれちょっとこのレンズ重いからゾナーかなみたいなねまあそんなノリでね、楽しめるんじゃないかなと思います。まあなかなか難しいですけどね、この代表的なレンズ構成以外にもすごいたくさんありますので、そんなものまで集めてったらねもう数限りないですね。まあオールレンズをねしっかり深掘りしていく方はね、そこまでやっていかれると思いますけども、まあ大量に作られたものでない限りね非常にオールドレンズ高いですから、やはり代表的なものを覚えてね、代表的なものの中で、あこれがいいな、あれがいいなというのが、まあ、私のね、趣旨であるコストパフォーマンスにね、合ってるわけですよね。はい、まあそんなことでね、ちょっとね、今日はね、マニアックな内容になりましたけども、まあ、ざっと見るだけでもね、なんとなく分かってきますので、まあ、参考にはなるんじゃないかなと思います。
この動画がね、良かったと思う方はグッドマークね、それからぜひ登録の方をお願いします。はい、万次郎でした。